ブラチスラバニビ鉄道駅はかつてチェコスロバキアのブラチスラバ市にあった主要鉄道駅である。1962年まではブラチスラバイコールノベーメスト鉄道駅と称した。ブラチスラバニビ鉄道駅や土地ブラチスラバニビ鉄道駅の1840年、ブラチスラバ市街と郊外のすべてイユルの間に、開通したブラチスラバセレジュ市街間馬車鉄道の ブラチスラバイコールノベーメスト鉄道駅として、旧市外区外園のカラジチョバー通り沿いに開業した。馬車鉄道は後トルナバを経て、セレジュまで延長され、1871年に買収したバーグベルジ鉄道会社によって蒸気鉄道化された。さらに1895年に、ブラチスラバドゥナイスカーストレダカン鉄道、1897年には、 道路鉄道併設橋のフランツヨーゼフ橋でドナウ川を渡り、ハンガリーのヘジェシャロムに至るブラチスラバヘジェシャロム鉄道の起点駅となり、ブラチスラバにおけるハンガリー方面の玄関駅となった。駅からは周辺の工場群を結ぶ広大な側線網が広がっていたが、第二次世界大戦後、市街地の拡大に伴い本線や側線に存在する道路との 数多くの平面交差が深刻な交通混雑の原因となったため、急遽とは別に、プリエボゾ地区でドナウ川を渡る市街中海ルートが計画され、その一環として1954年、ブラチスラバコマールの鉄道線のブラチスラバ墓地、鉄道停留場からブラチスラバ中央駅を結ぶ短絡線が開通した。1962年には短絡線上に、現、 ブラチスラバイコールノベーメスト鉄道駅が開業し、次第にブラチスラバ中央駅やノベーメスト新駅にターミナル駅の機能が移行。1980年にはブラチスラバニビ鉄道駅発着の長距離列車が消滅し、ブラチスラバコマールの鉄道線の起点駅もブラチスラバニビ鉄道駅からブラチスラバイコールノベーメスト鉄道駅に変更された。 さらに1985年には、急遽に変わる高速道路、鉄道橋のドゥクラ英雄橋が完成。ブラチスラバ中央貨物駅を経て、ブラチスラバヘジェシャロム鉄道線がブラチスラバノビメスと、鉄道駅に直結されたことでブラチスラバ2尾、鉄道駅は使命を終え、急遽ルートのペトロジャルカ2尾ブラチスラバ市駅間は廃止、ブラチスラバ市駅ブラチスラバ郊外間は休止された。 チェコスロバキア連邦制解消後、駅跡地は、市街地再開発で、高層ビルが並ぶビジネス街、シティビジネスセンターブラチスラバとなり、スロバキアテレコムなどの大手企業の本支社所在地となっている。一方、隣接するムリンスケーニビバス駅付近や個室カー通り、スベトプルコバ通り交差点周辺には、かつて、ブラチスラバニビ鉄道駅から伸びていた、貨物側線の跡が、 現在も残っている。1994年に欧州連合が策定した反欧州輸送回路構想には、ブラチスラバペトルジャルカ鉄道駅からブラチスラバニビ、鉄道駅、ブラチスラバ市駅などを経て、ブラチスラバ空港に至る高速新線ルートが盛り込まれており、実現した場合には、オーストリア、ドイツ、フランス方面への玄関駅となると見込まれている。ありがとうございます。